皆さんこマツダは国内導入も予定している新型段落セクション CX60 を2022年3月9日に欧州市場で世界初公開しました。SNS では今までのマツダとは違うかっこよさ。 全体的に美しくまとめられてる日本車離れしたデザインで実際に見たら迫力すごそう素直に乗りたい欲しいとワクワクさせてくれる車を出すマツダは間近見最高といったコメントが多数アップされています。新型 CX60 は走る喜びと環境安全性能を大幅に進化させたマツダのラージ商品群の第1弾となります。 厳しい時代の要求に応える環境安全性能を備えながら日常の一般道走行から高速道路を使った長距離ドライブまで余裕を持って運転を楽しめる2列シートのミッドサイズ段落セクションです2.5リッター直列4気筒ガソリンエンジンとモーターを組み合わせたマツダ発のプラグインハイブリッドシステム eSkyActiveDev を搭載。マツダのデザインテーマ「魂道 鼓動、段落、セントの進化に挑戦し、自然と調和する日本人の感性を生かしたタフさと緻密さを、その造形を通じて表現しています。SNS では、かっこいい、美しい、という声の一等で、ボルボになりたいフロントと、BMW になりたいリアがせめぎ合っている、顔が、かっこよくない、おじさんように感じるといったコメントも、また、 欧州仕様は5万2000ユーロ約658万円からと明らかにされている一等、日本仕様の価格については未発表です。この点についても、日本だといくらになるんだろう、高いんだろうな買いたいけど超えないかも、と心配する声が相次いでいます。マツダは、グローバルで需要が高い段落セクション市場において、ラージ商品4車種を2023年までに導入する予定です。 既存の段落セクション商品と合わせて、各市場の特性や顧客ニーズに応える段落セクションラインアップを拡充することで、ビジネスおよびブランドのさらなる成長を図っていくとしています。新型 CX-60 は、欧州各国では、2022年3月8日現地時間より受注を開始し、今夏の発売を予定、生産は松田の抱負代に向上。 山口県豊富市で同年3月11日に始まります今後投入予定の日本仕様は同年4月上旬に公開を控えていますいかがでしたか本日はここまで最後までご視聴ありがとうございました